とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラライジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今シーズンもタワー更新されました。30回でーす。めんどくさいボスがいなければいいんですけどね。頼むよ。もうテンペストゴーレム絶対いらんからね。行きまーす。まあまあまあ。一回特に問題ないでしょ。1回、2回、3回ぐらいまではね。いや、多いな、敵多いな。でも多いだけで多いな、本当に多いぞ。本当に敵がめちゃくちゃ多い。いや、でも全部ねゾンビ系なんで問題はないんだけどね。ここでクリーパーとか出てきたらちょっとめんどくさいけど、はい、まあとりあえず1回。めんどくせえ、敵が多い。まあいらんかな。ハンマーはまあまあ、持っていってもいいかなとも思うんだけども、いいでしょう。はいはいはい、めんどくさい敵出てくんなよ。大丈夫ね。いや多いわ、こんなにいっぱい出てこなくていい。やばい、危ねえ。多いって敵が、本当に敵が多い。いやいや多いって、ひでえな数が。よし、はい、でこれで終わりか。いや、まだあっちにいるんかい。こっちおらんね、もう。いや、おるんかい。すごい数やね。よし、終わり。1、2回も敵の数多すぎ。で、影の断片が今回もあるね。前回も影の断片があったんで、影凸がいける感じでした。おーい、ここかい。落石は食らわないようにしましょうね。落石の石の影が見えたら動かないっていうのがなんか一番いい回避方法らしいね。この影が見えたらもう動かないっていうのは。よし、すごいな、今回も敵多いな。あ、終わりかい。 OKOKOK、 これぐらいだったらいい。多いけどもすぐ終わるっていうやつ、これもっと。おしおし、心奪うものいいよ。お、大好き。心奪うものはもう持っていきましょう。エンチャントは、ああ、まあいまいちだないまいち。エンチャントはいまいちだけども、もともとの性能が強いんで多分全然使えるはず。中間地点ぐらいまではこれでいこう。いいね。こっち側も出るっしょ、どうせね。はい、いいんじゃない。おい、エンダーマイト多いな。オッケー、よし、あと1体ぐらいいるか。あー、いたね。よし、はい、終わりー。おお、なんかユニーク多い。そのままいきます。おお、ここか、久しぶり、久しぶりだわ。あれ、
おお、な、なにその時間差。よし、オッケー。あっち扉の中に蜂を出すような感じでやっていきたいね。しゃあ、うん、まあまあまあ、ぼちぼち敵は多いかな。よし、OK。無理か。すでに蜂がいるから。うん、無理か。まあいいや。危ねえ。おっと。あとこんだけでしょ。余裕余裕。よし、終わりー。で、矢ももう210本と結構あるね。よし、おお、流れ込む魂。あ、スノーアーマーいいね。スノーアーマー持っていきましょう。まあ、まだクールダウン必要ないので、まずは雪玉から入れときましょう。で、あー、嫌なやついない？大丈夫ね。いいね。OK。うん、ちょっと待って、もう火力がねえわ。ちょっと待て待て、やべえめちゃくちゃ出るあそこ。これ先にあんまり進まん方がいいわ。もうこの武器の火力じゃちょっと倒せない。まずね、このエンチャンターはまず倒さなきゃいけないんだけど、よし、オッケー、いいね。こっち側からやっていこう、ちょっとずつさ。よし、オッケー。ど真ん中で戦ったっていうのは全然良くなかったな。すげえ敵、すごい場所だわ。うん、6回これ下手に突っ込むとやられる、ほんと。よし、いや、めんどくせえな、今シーズンもすごいぞ。んで、うーん、変えよう。うん、火力がない、もうちょっと火力が欲しいとこだわ。 OK、 鋭利もいいかなと思ったんだけども、蜂の方でいきます。 OK、 いいんじゃない。ちょい待って、めんどくせえやつらがいるな。よし、落ちるな落ちるな。レイスまでいんの？オッケー。レイスまでおるんかい。で、終わりか。よし、7回クリア。いやいや、長いわ。コグ、うん、いいんじゃない。コグのまあ、まだアーティファクト1個もないけど、なんかブラストだけぐらい取ってくればよかったか。まあいいか、ブラストだけぐらいあってもよかったかもしんないけどね。ああ、もう、いや、敵が来てるよ。
ある程度倒せる？よし。で、ここはどれぐらいいる？おーいって。すんげえ数だな。すごい集中攻撃された。でもなんとかなるもんだ。おーい。よし。オッケー。あとこれ、うわー、すげえな。すごい数だ。うん、今シーズン敵多い。いらんかな。いや、一応ハーベスター持っていけ。すぐには使えんけど。んで、ここは、武器でしょう。星寄る。89。あ、これ、だいぶ使っていけるよ。蜂もついてるし。なんだ？ 2 体でしょ？なんか、大釜とかね、そういうんだったら嬉しいけど。なんだ？おお、1体か。大釜だった。オッケーオッケー。いやでも意外ときついぞ。あ、でも対策がなんかあれば、うん、全然余裕だわ。うん、大釜ってことが分かってればここまでになんかね対策していけばいいだけだもんね。はい、終わりー。これ次のボスが名もなき者とかで来てくれれば嬉しいけど、これだな。で、クールダウン入れときましょう。やばい、もうだいぶもうすでに時間がかかってる。今回マジで時間かかるわ。で、お前もいるんかい。ちょっと待って。よし、オッケー。ええ何それ、反対側に行かなくても倒せるじゃん。終わりかい。オーバーチャージある。なるほど、オーバーチャージの力の意味か。まあ使いどころはありそうね。しゃ、いいね。いいんじゃない。よし、やべ、ディープリーブがいるわ。よし、しゃ、いいね。こんだけいれば結構矢が出てきてくれるはず。そうでもない。よし、いいんじゃない。あとお前でおしまいだ。雲がいた。はい、12回終わり。あー、この怒りね、虚無ついてるからいいんだけど、もうユニークにならないからな。いりませんね。で、虚無の矢筒も、多分虚無武器があるはずなんで、いりません。そのまんま行こう。防具そろそろ欲しいな。うん。ちょっと防具が、そろそろ欲しくなってきた。愛のメダルも欲しいな。こういうとこで戦うときは。オッケー。おお、いいね。よし。いるんかい。でも今回クリーパーは少なめでいいね。うん、クリーパーはものすごく少なくって
戦いやすい。おい、ちょっと待て。そろそろもう本当防具が欲しくなってきた。よし。あ、まだ結構いたな。終わりか。13回クリア。はい。いや、いいかな。次14回。よし、いいね。長弾ちょっと多めに入れるか。長弾がめちゃくちゃいい感じ。ちょっと待て、クリーパーもいるし、危ねえな、ここ。ちょっとコブクロスボウも火力が足りなくなってきた。よし、終わり？まだか。いないね。よし、ここでおしまいです。はい、14回おしまい。次、特にいいのはないか。ないね。防具、変えとってよかったかな。まあいいや、勇者でもよかったけどね。ちょっと待って、長弾3入れとこう。ちょ、確実に長弾させていきましょう。いや、いい感じだ。いいね。やっぱ強いね。うん。おしまい。あ、まだ。おーいって。ちょっと待って、ラビじゃやめて。よし、終わり。15回。いや、コブ強いよ。強いんだけども、もうちょっと火力が欲しいな。まあまあ、82だから仕方ない。バトルローブ買います。もう95だからね。最後の叫び入れて、あー、なるほど。影凸もあったのか。最初からやってくるっていう手もありだね。オッケー。キューズをちょっと多めに入れます。オッケー、いいよ。うん、しゃ、ちょっと待って、蜂がいいんじゃない。よし、もうやっぱ耐久力はね、ないよ。耐久力はない、この防具。なあ、強化メールの方がなんか良さそうな気はするけど、まあいい。そのまんま行きまーす。火力武器よりちょっとなんか欲しい。骨のコンボとかいいね。来ないかな。骨のコンボぐらい来てくれればすんごい嬉しいんだけど。いいんじゃない。増えてないかも。いいね。あ、ここは敵少ないわ。うん、終わりじゃない。17回敵少ない。ビーコンとこれ変えよう。なら次のボスなんか
一発でいけそうな気もする。金細工、星折れより強いのなんか出そうなんだよな。コグにしよう。 OK。 何がついた。おお、毒の雲一、いいと思う。タワーのね、この毒の雲はね、だいぶマッチ。おいってもう、これ3シーズン連続じゃない。本当にやめて。テンペストゴーレム、本当にやめてください。長いよ本当に。もう次からは出てこないでくれ、頼むから。変えようかな。虚無入りの方に変えようか。ちょっとエンチャントが、ちょっと微妙なんだよね。虚無入りの邪悪な村人の破滅ぐらいでいってみよう。はい、残り10回で、これボスがさ、レイスとかやめてよ。数シーズン続けてそれはやめて、ほんと。よし、数シーズン続きでのボスレイスはやめてくれよ。よし、終わりか。20回おしまい。ボールもね、欲しいじゃ欲しいよね。いいか、まだまだこの弓があればなんとかなるし、先に進みましょう。じいいね。あ、もったいないいや、もったいなくはないけど、ちょいちょいちょい、でいっ、よし、使いすぎると若干もったいねえな。よし、終わり。21回クリア。次、いやー面倒なステージばっかりだわ。あ、やった。ならば、もうここまで我慢しときゃよかったな。釣り竿ないね、今シーズン。釣り竿がない。よし、ボーンクラブ。あ、でも防具欲しい、防具欲しいわ。これに、もう重力はいらないからね。旋風入れとけ。で、ここね。クリーパーいるわけね。よし、蜂もいるからちょっと要注意。あ、でもまあまあまあ、ワンパンで倒せるんで全然大丈夫。いや、しょけい、いいんじゃない。おいって、お、減るね。もう防具の HP が少ない。あー、あんまり良くねえんだよな。あんまり良くないな。あー、で、あ、いや、持ってたか、良かったか。持ってた方が良かったかな。ちょっと失敗したかも。いや、いけるか、火力はあるしね。コグクロスボウにいいエンチャついてるんでなんとかなるわ。あ、勇者、
でもなー、持っていく？何が来るか分かんないし、一応持っていけ。エンチャント別にいいのがない。そのまま行きます。でもビーストバーストがついてるんで、もしかすると、30回のボスで使える可能性はあるね。いいじゃない、当たってね。よし、オッケー。いや多いな、こんな敵いらんよ。よし、こんなにいっぱい敵はいらないんだけど。いや、こっちにいるんかい。終わり？あ、これで終わりだ。はい、24回おしまい。あ、両刃斧もあるね。あ、雷の杖いいね。雷の杖持っていきましょう。雷フォーカスついてなかった？あ、ついてるね。まあ、ボス戦では使えそう。危な。雷フォーカスでの雷の杖で、がっつりや、ダメージ。稼いでいきますか。ボスが何か分かんないけど、なんだ。だから、レイスのような気もするんだよね。勘弁してほしい。よし。あぶねえ。隠れとったな、あいつ。よし。よっしゃ、終わりか。これで25回はちょっとクリーパーが隠れたりしてて面倒くさいところではありました。あ、釣り竿ここか。いやいや、後すぎるやろ。まあまあ、でもサイスとかはね、途中にあったんでいいんじゃないですか。ドラで26回、あと少し。めちゃくちゃ難しいっていうところはまあまあなかったかな。まあ一回やられてるんだけど、やり方さえ分かってしまえばなんとでもなるか。よし、お、ナイス。終わり？いや、まだそっち行ったんかい。26回おしまいで、27回行きましょう。なるほど、カトラスがここにある。しかもめちゃくちゃいいエンチャントだ。ならば26回で釣り座を取って27回のカトラスだね。もうこれ決まりだわ。決定決定。んで、そうね、いいか、そのままいけ。変えてもよかったけど、変えてもいいんだけども、様子見で。なんかやばい敵来る？来ないか。はいはいはい。あ、でも敵火力高えな。火力は高い。まあでもまあなんとかなるけどね。しゃあ、なんてことない。27回おしまい。商人
いや、違うね。はいはい。いや、いりません。で、ここか。めんどくせえ場所だな。よし。オッケー。いいじゃない。ちょい、待ち待ち待ち。よし、オッケー。嫌な敵来るね。いや、最後の最後で結構嫌なステージだわ。よし、とにかくちょっと止まらずに行こうか。虚無注意で。オーケー。嫌な敵。ちょ待って、どこ、あと、あー、お前か。え、まだいるの。あー、これ倒さなきゃ。え、まだいる。あー、いたんかい。エンチャンターが2体あっていた。で、29商人ね。おお、ホーク、ホークブランドでしょ、それなら。ホークに勇者か。なかなか粋な感じになっちゃったね。ボム上げてもいいんだけどね。いや、でももうゴリ押ししよう。うん、ホークブランド127、めちゃくちゃいいよ。釣り竿ともマッチするね。ボスは頼む、変なの来んなよ。がっつりつけていけるわ。ちょっと待って、これでいこう。激光でいいか。はい。変なの来んなよ、頼むから。なんだ。おお、はいはいはい。いいね。いいね。はい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 。まあまあ30回余裕ですね。うん、でも長い。テンペストゴーレムがいるから本当に長いよ。あいついらない。まあ報酬見て終わります。3シーズン連続はやばいって。フロストサイスぐらい。クリスさん、ああ、使えなくはないか。うん。直接火力として使う分にはいいか。あ、釣り竿とかにいいかもね。旋風と衝撃波入れて、で、クリティカルと、まあ、雷入れて、ボス、怠慢用とか。でも良さそうですね。うん。はいはい。ということで、今シーズンも長いです。周回するの辛いな。でも10周ぐらいはやりたいと思います。はい。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。